こんにちははいこんにちは今日も元気に作品のご紹介ですはい今日の作品はこちらストンティーショートえストンティーショートストンティーショートのご紹介ですなんか一番あれやな、ね、ストンティーもこれまでもいろいろ紹介してきてるけどさはいまあこれショートやんうん一番なんかこう 柔柔軟軟性高高いいいうか柔軟度高いよな一番最初に作ったんちゃうかなへ<ー>トップスで。そうやったっけうん。あの、ショールができました。うん、百貨店に売りに行こうって言ってる時に、うん、自分の服がないから、うん 他のブランドの服を着て売りに行くことがありましたけど、うん、せっかくだったら自分の服を自分で作って売り場に立ちたいなと思って、うん、最初に作った T シャツみたいなトップス。不ワーの T シャツや。はい。がストーンティーです。うん。その色綺麗な。でしょ。こちらがボーダー、うん、後ろがストライプ。 それ両方切れるるとかあるこれは確かねしてなかったと思うなぁ別にできないことはないけど、うん、ちょっと襟ぐりが前と後ろで違うかちょっとこう後ろにしたらこうなっちゃうかもしれないうんでも可愛いはい素敵となっておりますのでぜひお試しくださいまあないねも合うよなそうだね丈もこれぐらいだからパンプツにも合うし、うんまあ、もちろんスカートにも合うし、うん、これぐらいそでも いい感じだと思います。いいです。じゃあね。バイバーイ。ーちょっと待って。リムちゃんはどうする?はい。バイバーイ。バイバイ。